市内中心部20会場において街中ジャズライブ、金沢市文化ホールと北国新聞赤羽ホールでのスペシャルコンサート、高輪道ラモーダ新天地でのスーパーライブ、小山神社境内と椎の日迎賓館石の広場でのプレミアムコンサートなど3日間にわたり多彩なプログラムで開催いたしております。詳細は備え付けのパンフレットをご覧いただき、お好きなジャズのスタイルをお楽しみください。ここで本実行委員会からのお願いです。演奏中は携帯電話をマナーモードへお切り替えください。また出演アーティストへの温かい拍手もお願いいたします。それでは早速演奏を始めます。皆様拍手でお迎えください。
ザ・ニューウェブジャズオーケストラのためだけにお集まりいただきまして、グラッツェ。ただ今からは少し私たちがお時間いただきまして、とても楽しいライブにしたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いお願いします。ありがとうございます。さて、1曲目にお送りした曲はスイングシフトという曲でした。ソリストをご紹介いたします。ソリストはピアノ岩本かな子、そしてトランペット松本勝馬、そしてテナーサックス永田律子、そして本日司会進行を務めさせていただきます、あ、みんなのアイドル高見翔馬です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、テンポよく次の曲に参りたいと思います。お聴きください、ナインティナインスペシャル。
お集まりいただきまして誠にありがとうございます。短い間ではございますが、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、我々大阪大ザ・ニューウェブジャズオーケストラの特徴といえばたくさんあると思うんですけど、やはりなんといってもこのハッピーなハッピーが有名なんじゃないですか。皆さんついてこれてますかね。さて、本日はですね、このハッピーについて少しご紹介したいと思います。実はですね、このハッピーには一人一人こう意味がありまして、一人一人が着ているハッピーにそれぞれ見ていただければ分かると思うんですけど、違うんですけど、例えば一番奥の赤いハッピーを着た彼女、スタンダード大先輩でございます。このひときわ目立つ赤いハッピーですね、実は彼女、この NewWave2013 のコンサートマスターでございます。このようにですね、メンバー一人一人のハッピーにですね、深い意味が込められているのでご紹介していきたいと思います。とその前に次の曲に参りたいと思います。お聴きください、ネイルズ。
という曲をお送りいたしました。レース中川亮、素晴らしいハーモニーを聴かせてくれました。リコーダー隊の皆さん、とてもシュールな光景をお届けさせていただきました。さて、ここでハッピーの紹介の続きをしたいと思います。ハッピーな野郎ども、カモン。さて、皆さん遠慮せずに出てきてくださいね。さて、まずは一番向こうにカナの背中、いただきますが、このドスコイさん、実は恋する乙女に与えられるこのドスコイハッピーでございます。ありがとうございます。そんな彼女、今彼氏募集中です。セカンドトランペット青木奈美。さて、続きまして、このド派手な感じ、背中見せていただけますかね。はい、皆さん見えますか。カントベーシージャズオーケストラといえばですね、この爆音の2文字がですね、思い浮かぶ方もいると思うんですけど、そんな爆音の2文字に負けぬような演奏をしてください。ドラムス高い方だ。やっぱり一人ですね、深い意味があるんですね。さあ、それではですね、最後にこちらの発表をご紹介したいと思います。え、何これ。こちらの発表、特に深い意味はないですね。ないんかい。大阪からやってまいりました。ありがとうございます。しかし吉本には所属していません。さて、出てきてくれたメンバーの皆さん、ありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。ちなみにですね、リードのランペットの彼女、ピアノの彼女、灰色のハッピーございます。実は他のメンバーと同じ紺色のハッピーだったんです、昔は。ですが、洗い古されてあのような色になってしまったということで、ザ・ニュー・ジャズ・オーケストラ、あれぐらい長い歴史がございます。さて、次の曲に参りたいと思います。お聴きください。ジェイミI'm not afraid to die.
あなたのハート狙い撃ち、ファンシー。